はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温27度、水温24度、太陽も出てポカポカと暖かい一日になりました。そんな今日は離島方面黒島エリアでスリーダイブ楽しんできました。水温も少しずつ上がってきて、水中もかなり快適に過ごせるようになってきました。特に今日のように太陽がしっかり出てくれると、船の上でも半袖で過ごせるぐらいの気持ちよさです。このままの調子で夏に向かっていってほしいところですが、おそらくあと1回2回は真冬モードを経験することになると思います。そんなこんなで今日の徹夜チームはがっつりフォトダイブ、新しくミラーレス一眼を購入したゲスト様とマンツーマンでカメラ講座でございます。マクロレンズなので小さな被写体をこれでもかと撮っていただきます。にしても今日の黒島は透明度がめちゃくちゃ良かったです。控えめに言っても透明度30メートル以上はありましたね。そんなことはお構いなしで小さな被写体にかぶりついております。ウミガメがいようと関係なしです。とにかく集中して撮ります。たとえ頭上をマンタが泳いでいたとしても全く関係ありません。小さな被写体を狙い続けます。徹夜チーム以外のファンダイバーの皆様はしっかりとマンタが見れて大満足でございます。そろそろ黒島での水面でプランクトンを捕食するマンタの観察できる季節は終わってしまうので、ちょっと寂しいですが、また来シーズンも期待しましょう。明日も暖かい一日になりそうです。ということで、今日はここまで。また次回もお楽しみに。はい。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。